2012年世界ジュニアフィギュアスケート選手権は2012年にベラルーシで開催されたフィギュアスケートの国際競技会国際スケート連盟による若年層の選手権大会である2011から2012年シーズン開催の世界ジュニアフィギュアスケート選手権2012年2月27日から3月4日にかけてジュニアクラスの男女シングルペア アイスダンス種目がミンスクのミンスクアリーナで開催された。すべての種目でロシア、中国、アメリカがメダルを独占し、男子シングルでは初めて中国選手が金メダリストとなった。日本選手はジュニアグランプリや全日本ジュニア選手権、全日本選手権等の成績から男子シングルに田中圭治、宇野昌磨、日野達樹、女子シングルに佐藤美翔、 宮原さと子、正治理沙が派遣されたが、宮原の4位が最高で、前回2位の田中は、ショートプログラムの出遅れが響き7位に沈んだ。その結果、男女共に次回の出場枠を2枠に減らすこととなった。ペアとアイスダンスは、該当選手がいないため、選手の派遣はなかった。国際スケート連盟に加盟する各国のフィギュアスケート統括団体に対し出場枠が与えられ、 前回大会の結果により、種目ごとに1名から3名までと決められた。出場選手は、各国のフィギュアスケート統括団体が選出する。複数の出場枠が与えられた国は、以下の通り。男子シングル女子、シングルペアアイスダンス1位から12位の選手に対し、以下の通り賞金が与えられた。国際競技会派遣選手団、日本スケート連盟。 2012年2月18日閲覧。ISU コミュニケーションナンバー1685、ISU ワールドジュニアフィギュアスケーティング、チャンピオンシャイップス2012、プレリミナリーラウンド2、国際スケート連盟。2012年3月4日閲覧。スペシャルレギュレーションズテクニカルルールズシングルペアスケーティングアイスダンス2010ルール353を参照。 ISU ワールドジュニアフィギュアスケーティングチャンピオンシップス2012プレビュー国際スケート連盟2012年3月4日閲ずらんありがとうございました